この物語は徳川家康によって江戸幕府が開かれたばかりの頃の話だ。戦乱の世の終焉とともに職を失った下級武士や忍びは野武士、盗賊となり果て凶暴な強奪を繰り返した。この村は俺たちのもんだ。俺なんだ。文句があるやつは向かってこい。お前隠させやがって死ぬ。